放送があるから、そうこのまま10時頃まで2時間半ぐらいかなしちゃおうかと思います。ホワイトデーだし、マシュマロ作ろうと思ったけどミキサーが手に入らなかったのでクリアできないけど買ってきました、マシュマロをマシュマロ買ってきたの。そうマシュマロ食べながら配信しようかなって、その前にちょっとアイス飲みだけ食べてるんだけどセーラー服良きでしょ、昨日に続き今日はチンテールいいでしょ学校感あるよね。どうどう、そうマシュマロ、そうラストだし、そうファイトデーだから白いマシュマロ、まあ、白ではないけどマシュマロ買ってきました。そうあのねいちごとね、あの行ったの買いに、そうえこっちもいちご味だ、見たらえこっち普通の味かと思った、両方いちご味両方いちご味だった、これは普通の味かと思ってた、両方いちご味だ、でもこれはなんかいちご果汁が入ってる方、なんかどうしようかなって、マシュマロ種類がダイソーいたんだけど5種類ぐらいあったんだけどだけどどれがいいって言ったらいちごがこれって言うからこれにした、優しい。そう今はそう高校生です。マシュマロたくさんありがとう、ベイティさん目、うまちゃんマシュマロ、やましいさんかわいい、うまちゃんかわいい、福さんマシュマロ、ワンタさんマシュマロ、ドライブ好きのケイさんマシュマロ、タカケイさんマシュマロ、福さんアメ、ヤマシンさんマシュマロ、タカケイさんマシュマロ、ミラクールさんアメ、タカケイさんマシュマロ、たくさんありがとう、ラベンダーさんマシュマロ、ブレイクライさんハート、あーセトちゃんアメ、ラウマちゃん星、セトちゃんアメたくさんありがとう、アサライスくんマシュマロ、タカケイさんマシュマロ、イケビさんマシュマロ、おー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 、ディネさんマシュマロ、マウさんマシュマロ、高木さんアメ、ヨットンさんマシュマロ、ひらつぐさんマシュマロ、アザラシくんだるまホタテ屋さんマシュ違うだるま、レイクラインさんハート、マッチンキューさんマシュマロ、 B 型ミナガエンコウガニさんマシュマロ、マッチンキューさんマシュマロ、さやまっちゃさんマシュマロ、レグルスさんマシュマロ、ヒロさんマシュマロ、レグルスさんマシュマロ、うまちゃんマシュマロ、おっくんあめ、ズーデスさんマシュマロ、きのこのかパパさんマシュマロ、ズーデスさんマシュマロ、ローラーミックさんマシュマロ、ありがとうみんなそう聞いてよ今日そうモテる全然通信だから全然スクリーンがないし、そうきのこのかパパさん、え、メダルが、あ、そっか今日で終わりのやつか、そっかメダルが、ありがとうございますありがとう、そっか前回ので多分ファンの方はランキングで1位だったからありがとうございます。ゆうなんが今ね1位頑張ってるらしいから、もしさゆうな1位取れたらさ2冠じゃん、ちょっと頑張ってほしいよね。私はそう3位を目指して頑張ります。エイタンさんマシュマロ、フッキーさんハートありがとう、そっかマシュマロあれかあれがあるんだ倍増のが、こんばんはこんばんは、あきもさんマシュマロ、タカさんハートの飴ありがとう、よし食べる、髪伸びたでしょ、そう結構伸びた、もう人生一長いんじゃないかってくらい、そう見てこれ最強ツインテールって感じ、みんなが好きかは知らないけど、そう、そう今そう NMB さんのよしみさんかなが1位かな、で2位が多分ゆうなで、3位がりゅうちゅうで、4位が私かな、頑張りますそうなの、よしみさんも高校生だから、そうそうなの、だから多分22時までだと思う、私と一緒でね、最後まで応援してあげて、ゆうなのこと明日は北隊と17歳そう、え、行くの、ありがとう、北隊いいね、北隊明日は3期とあずみさんか、うんうんうん、17日は本当何するんだろうね、私も未だに何するか知らないから楽しみです。スプマンテさんアメたくさんありがとう、クラしたごはんさんアメ、ヤマシンさんマシュマロ、アヨンさんアメ、ツーさんマシュマロ、ヤマシンさんアメありがとう、ゲームの時はセーラーだった、
さあさあ学校がバレちゃうよ。桜井さん、雨ありがとう。北沢くん、北沢くんは今日は他のこと配信を8時頃からするらしいので、ちょっと私の家には来ないかなあ、すごい、スマンデさん、くまちゃんの、さっきたくさんここにバーって出たのだよね。たくさんくまちゃんありがとうえ、もしかしたらさ、昨日見たんだけどさ、なんか20万ポイント達成かな、で美白パックがいただけるんだけど、あとちょっとかな、昨日見たら1万ちょっとだったの。いけるかなどうだろう。よしみさん、マシュマロありがとう。かずとうしょうさん、ハートありがとう。そう、学生はそうなんです、時間が限られてるんですよしみさん、ハート。たかしんさん、ハートありがとう。サイに入りは目立つく、あ、なるほどね、サイ目全部、全部行くんだ、3個目、すごいね、すごい、そんなやったったんて。あ、今新幹線で来てるの、いいね、気をつけて来てね。カッピーさん、マシュマロありがとう。なくて寂しい、いやいや、別にそんな一言ずっと言いたいなんて思ってないから、別に1ミリもそんなこと思ってないからでも一緒にいると楽しいよ。見てみよ、白クマちゃん、うん、本当だ、1位の方すごい、20万近く離れてるんだ。うん。あるある NKYK さん、ありがとう。北沢くんは、北沢くんはたらしです、同期みんなに言われてる、北沢はたらしなので、そう、誰でも家に泊めるのでたくさんの同期と寝てるので、あの人は。ツーデスさん、マシュマロ、ミゼロ魂さん、マシュマロ、ドンちゃん、マシュマロありがとう。いちごがいないと自然に燃えてくる、やばいいや、普通なのよこれが。そう、イベントホワイトデー当日の今日までなの。いずちゃさん、マシュマロ、かんすけさん、あめありがとう。達成できるかな。そう、マシュマロ買ったよ1個しかいちご味かかってたから、こっちもいちご味だった、気まずい、どっちもいちご味、そんなにそんなにいちごのことを好きみたいで嫌です、ちょっと見せないとこ。ももさん、あめ。かっぴさん、あめ。ゆっとうさん、マシュマロ。しまいちさん、あめ。かっぴさん、あめ、ありがとう。今いた13,744、うん、あとちょっとだももさん、マシュマロ、ハート。やっさん、あめ、ありがとう。あ、昨日ユミリンさん配信されてたんだ、そうなのね自分の配信、そんな誰でコメントしたらそんな、私はいちごの何、その特別な存在じゃないのでヤマシンさん、マシュマロありがとう。そう、制服の、確かに制服のマネキンはね、セーラーだもんね。そう、違う、いろんな同期を家に泊めて一緒に寝てるので、そう、北沢くんは正しいです。そう、いちごは好きだよ、いちご、果物のいちごは好き、同期のいちごはまあ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 好きかなって感じ。レグルさん、アメ。ラクさん、マシュマロありがとう。そう、草の家、そう、二人とのたまり場、本当にそう、あとひーちゃんの家もたまり場かも。あつしさん、ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは、こんばんは、かわよ、ありがとう。心の困りこと相談室さん、マシュマロありがとう。いちごのマシュマロ写真、これ、いちごと、さっき買いに行った、あ、待って、アメ、アメじゃない、アイス食べなくときゃイヤクさん、マシュマロありがとう。フォローしました、ありがとう。瀬戸ちゃん、マシュマロありがとう。かわいい、ありがとう今日は制服、もうだって今月でさ、高校2年生終わるから、もう来月から私高校3年生だよ、無事進級はできるのでそう、やばいね、もうだってなんて言うんだろうね、まあまあ、これは一応さ、そのコスプレの衣装として着てるからコスプレだけど、なんて言うんだろうなんて言うんだろう、あれじゃん、本当に高校卒業したら本当にコスプレになってしまうじゃん。
よしみさん、マシュマロありがとう。もうラスト JK です、来月から。早いです。オーディション受けてた時はまだ高1だったのにさ、もう高校3年生になります。早いですね。アイスの実のブドウいいでしょ。マシュマロって書いとこ。じゃん、BL さん、アメありがとう。セーラーとブレザー、どっちも好きだけど私はセーラーが好きかも。なんかこのリボンっていうのがやっぱ好きで。そう、ポテトさん、アメありがとう。そう、セーラー珍しくなった。言うよね。ね、そう、濃いぶどう、そういいでしょ。なんかめっちゃアイスの実が食べたくなってコンビニ寄って買った。まあそう、堀美央奈さんと同じ人です。あつしさん、飴じゃない、なんだっけ、星エイジさんでやってるかな、ハートありがとう。デコトラさん、マシュマロ、豆大豆太郎、大きなさん、マシュマロありがとう。セーラーもね、可愛いよね。どっちも可愛い。制服自体がまず可愛すぎる。うまっ、うまっ。広島来てでもさ、思ったけど、広島の中学校高校の制服ってどこも可愛いよね。本通りとか行くと学校帰りの同い年ぐらいの子がいるけど、どこの学校の子もさ、どの子見てもさ、制服が可愛くてさ、素敵ってなる。うまっ。F700 さくらさん、マシュマロありがとう。アイスの見て女子高生じゃないから、一応女子高生です。私も僕隊のブレザー、あれ私も大好き。あの制服、僕隊の衣装の中で 1,2 番目ぐらい好き。あ、スタバ行ってきたの、いいじゃん。でも私の方が先だね。一号寺もあるよね。アイスの実はね、ぶどうとみかんとかもあるよね。あとはカフェオレとかある。今日はぶどうの気分だったからぶどう。マッシュルーム、マッシュルーム。そうなの、ギフトも違う。そう、キャラメル好きなんで美味しかった。美味しいよね。結構甘いけど美味しかった。私もあれ好き。現役の会社嬉しい。現役って言ってられるのはあと1年と1ヶ月なので。ヤマシンさん、マシュマロありがとう。スカメダのスタバにできた。お、行ったのね。でも私の方が早いね。なんとか高校修行乃木坂のデザイナーさん、あるよね。なんかね、そのね、有名なブランドの方が、あのなんていうの、作った制服みたいな。乃木坂制服可愛いとこどこだろう。でも自分でも広島の方が可愛い制服。目の制服で買えるとかあったっけな。飛騨高校とか、飛騨高校の制服可愛かった。あのあれ、ドラマ映画にもなってるさ、白線流しの、その元の、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね。ストーリーじゃないけど、なんて言うんだ、元になってる学校、飛騨高校っていうとこ可愛かった気がする。飛騨の飛騨は飛騨地方の飛騨じゃないよね。他の字の、ここの高校の制服前見たんだけど可愛かった。どこが可愛かったっけな。でも岐阜市とかの方も可愛かった気がする。スカートに袖にリボンあった。加納高校、賢いとこだよね確か。ちょっと頭がいいところあったね。そう、なんかスカートを切るの防止のために、スカートになんかベルトとかリボンがある高校が何校かある、岐阜には。そう、
一番最後が悔しくて毎回初日行ってたのにね。確かにまた来月もそう、加納高校がそうだよね、確か。ねえ、私制服加納だっけ、どこだっけな、で合ってた、加納高校だ。リボンが、黒リボンがある、スカートにリボンがあるって珍しいよね。制服大好きすぎて、なんか小学校とか中学生あたりからかな、すごい制服マニアで、なんかそうなんかいろんな学校の調べたりとか、そういろいろしてた時期があったから、制服はちょっと詳しいかも。ズデさん、マシュマロ、ケロさん、マシュマロありがとう。制服っていいよね。そうか、天板たけさん、音符とハートありがとう。そう、日田効果、そう、その字なのよ。ハムラシハッシーさん、マシュマロありがとう。そうなのよ、制服いいよね。え、そう、3000フォロワー、そう、行ったのよ。ミックさん、アメありがとう。こんばんは。そう、制服は大事だね。制服で学校決める子もいるぐらい。参考にするわ。一個のね、なんか、なんて言うんだろう。高校を選ぶ、中学高校を選ぶさ、一つのなんかね、条件みたいなとこあるよね。え、ね、STU、そう。私たち7県のね、制服着てたよね。あの企画を私もしたい。本当に私制服好きで、制服マニアで。あれしたいかも、私も。いいよね。嬉しいよね。確かに岐阜で一番賢い離婚の制服は地味で有名だった気がする。どこが可愛かったっけな。高山とかなのかな。うん、結構岐阜にも可愛い制服のとこあったよ。うん、フォローありがとうございます。え、ね、DVD あるよね、制服。私も着たいな、いろんなとこ。フリーダムさん、アメありがとう。今の高校は制服ないかな、通信だから制服はないですね。そう、大門高校は制服で選んだ。あ、そうなんや、いいじゃん。いいじゃんいいよね。だって制服ね、可愛い制服着るだけでさ、テンション上がるしさ、いいよね。だっけな。でも橋間とかの方も可愛かった気がするよ。いいよね。え、17日のね、私も何するかまだ知らないのよ。にゃん吉さん、マシュマロありがとう。え、マックの食べてきたんだ、パイ。いいね。ミューポン食べてたよね。私まだ食べてないよ。みずる魂さん、アメありがとう。あ、ポイント達成したの、ありがとう。え、ツイートしちゃうかな。ありがとう、本当に美白パックを手に入れることができる。ちょっと白くなっちゃうやん、マシュマロぐらい。そう、財布は地味で、なんだったけど欲しいなっちゃった。確かに着こなし方にもよるね。確かに、そう、技巧はそう、一番賢い子だとこだけど、制服がね、よく微妙って言われてたね。そうだね、コーディネートできたりするね。あとは種類があったりとかさ。ラックマさん、アメとマシュマロありがとう。タカちゃん、マシュマロありがとう。連絡高校の制服、お、いいね。そっか、そうだね、母校の制服をメンバーが着てるっていう可能性もあるのか。素敵、ドラスター再起生のね、わかるよ。いいね、ゆらあかりさんね、いいね、いいね。制服は可愛いとやっぱりテンション上がるしね。岐阜のここの制服一覧、
そう、リラクマさんハートありがとう。投稿風景、下校風景も、そこまでは見たことなかった。素敵すぎる。中学旅行もそうないのよ、悲しい。23お話か、ありがとう。ポイントも増えてるみたい、ありがとう。ね、スカート折りがちよね、中学生高校生って。特に入りたてだと、私の周りもね、結構ねクラスの子の女の子ね、スカート折ってたけど、私はもう校則絶対人間すぎて、これさっきいちごとの話したんだけど、もう本当に模範生徒って言われるぐらい、そう、校則を守るタイプだったから、スカート折ることなんてしたことがなかった。周りみんな折ってたし、メイクもしてきてたけど、もうちゃんとすっぴんで校則で決められた高さのポニーテールで一つ結びしてスカート一度も折らずに、そう、ちゃんと、なんて言うんだろう、学校の元の制服のままでちゃんと通ってたね。そう、あ、新幹線の、そう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 、羽島の方達成してたね。嬉しい、美白になっちゃうわもじろうさん、アメとマシュマロありがとう。母校選べて、ね、母校の制服メンバーが着てるって嬉しいよね。わかるわ。うん、いろんな制服なら下校出身の、わかる。なんかね、制服のあのイラストまとめてる人とかいらっしゃるよね。私も見るよ、制服ほんと好きなんよね。こんばんは、こんばんは。私もなんか制服着る企画とかしたいなしたいな。でもあれかも、その女の子の制服はそのまま着て、でダンスをした状態で男の子の制服も着てみたい。で、私なんやね、弟がいるから制服、男の子の制服を着たことがあったの、弟のを借りて。だけどやっぱりなんか体格がさ、女の子男の子で違うからさ、なんか肩の辺とかすごい違和感があって、あーすごいってなったゆいちにゃん、あめ、きよにいさん、マシュマロ、あつしさん、マシュマロありがとう。男子校行って、あーそうなのねあ、卒業して数年後に今日がたまにあるやつね。あるね、女子校男子校って。でも憧れるけどね。うん、七七さん、あめ、ゆいちにゃん、ハートありがとう。修学旅行そうないんよ。そうなのね、生徒指導厳しいとこだとね、戻せって言われるやつね。そう、校則絶対人間すぎて、よいしょ、食べ終わった。かなり濃いぞ。そうなのそう、コンプラちゃんと守ってるので、折ってみたいとかも、特にまあその制服もデザイナーさんが作ってくださったやつだから、そのままで着るのがいいかなって思って。でも休日に一回だけ折ってみたことがある、折ったことあるけど違和感がすごかったでも本当に折らなかったね。その休日に一回みんなで折ろうって話になって折ったことがあったけど、それ以外折ったことないや。ロキチさん、マシュマロありがとう。晩ご飯はまだ調べてみた、母校のミーさんが、そうなんだ、いいね、母校の制服をメンバーが着てるってめっちゃ素敵よね。フォローしました、ありがとう。そう、学校、これは学校のじゃない、コスプレだよ春のパン祭りさん、マシュマロ、イケピスさん、マシュマロありがとう。そう、学ランそう、学ランを着てみたことがあるよ。春のパン祭りさん、雨ありがとう。そうだね、今は女の子も、女の子の制服でズボンっていう選択肢もあるところもあるね。調べてみたけど結構増えてた、岐阜でも。中学も高校もそう、スカートだけじゃなくて女の子用のズボンもそう用意されてる学校増えてた。制服なかった、あ、そうなのね。あつしさん、マシュマロ、うまちゃん、マシュマロありがとう。またやりたいよね、制服ね。現役のうちにやりたいから、あと1年以内ぐらいにしたいね、わかる。なんか都会のが短いイメージあるよね。わかる、それは。のぷーさん、マシュマロ、夕張さん、マシュマロありがとう。そう、女子校男子校は規則厳しいとか言うよね。
朝礼の時に名前されて、あーそういうのあったんだ。私校門で先生がいるぐらいかも。夕張さん雨、いずちゃさんマシュマロありがとう。そう制服いいでしょ、セーラー服。これもアンナさんにいただいた制服、このコスプレの中で一番着てるかもこの制服が。現役のうちにいっぱい着とこう。ナスちゃんマシュマロありがとう。そう早弁とかもしたことないよ。そう藤うさぎさんマシュマロありがとう。そうシェイクディズニーとか、ちょっと気になるよね。したことないね、制服ディズニーとかないね。そう大学は今まだ考え中って感じ。ダムダムさんマシュマロ、ヤマシンさんマシュマロ、レザーチャーさんかな、マシュマロありがとう、フォローありがとう。私子だったけど制服なかった。ほー、え前髪の長さとかもあるよね規則。そう一年あっという間だよね、いろいろ規則あったね。でもちゃんと守る人間だったから、そうなんか指導を受けたりすることなかった。テストも赤点取ったことなかったし。あー確かにジャージがあったりするね。そうねー、学食扱ったことある。あるね、売店とかねあるよね、学校にもいるけど。シャイクディズニーは元気じゃない人が、あ確かにね、確かに多いかも。卒業旅行で、確かにいいね。卒業旅行で私あれ東京ちゃんに一緒に旅行行こうって言われてる。卒業旅行いいね。そう真面目な中学校高校生活を送ってたから。熊根パパさんマシュマロありがとう。シャイクディズニー行きたいな、同期誘って行きたいな。みんな許可してくれるかな、行きたいね。だってもうねえ1年か、早いな高校卒業。そう学食とかはがっつり系がやっぱりあれかも、人気かも。学食いいよね。うーんよいしょ。そう、あそこの高校でアイドルの滝になったのね、いいですね。ひたんごんさんハートありがとう。しゅんさん雨ありがとう。そうだね学校変えるのは手続き大変だった。そうサッチーとリエチね、ねえねえそうだね、もう高校生じゃなくなっちゃうのか。ああお話上手、そんな嬉しい。カッカイプさん結婚してどうだろうな、一言許可で出るかな。ホタテ屋さん雨じゃないなんだっけ、星ありがとう。ナオットさんマシュマロ、わたあみさんマシュマロありがとう。ちょっと口が回らない。ちょっとマシュマロ食べよう、こっちから食べようかな、こっち食べたことある、こっちから食べよう。マシュマロ、マシュマロ、今日でイベントも最後だし、マシュマロ好きなんだね。はぁ、あ、なんでチーズの匂い、はぁ、あ、美味しい。これさ、中にいちごゼリーが入ってるらしくって、いただきます。うまっ、うん、ふんふん、うん、本当は中に何か入ってる、おいしい。うん
こんばんは、こんばんは。え、ねえ、マシュマロ焼いて食べるの美味しいよね。桜ポカできるかな。うん、マシュマロってでも他のものに表しにくいから、まずそう柔らかいマシュマロと中のチョコゼリーが混ぜててとても美味しいです。こんなもんでいっか。ヤマシンさん、マシュマロ、イケピスさん、マシュマロ、ホイホイホイさん、ハート、マコトさん、マシュマロ、ホタテ屋さん、マシュマロ、ありがとう。今日は1億人バズるの日。今日のは見たくないけど見たい。個人的に今までの収録で一番記憶に残ったそう回だね。だいぶみんな頑張ってたね。うん、そう、みんな頑張ってたよ今回の。なっ、そう、私出ますよ、出ます今回。前回出てないメンバーが出るかな。まあ滝よりもなんだろう、滝よりも残ったかも記憶に。そうそう、サムネのリエチからね、もう今回がどんだけメンバーにとっていくかが分かるわ。え、チャレンジしたいお仕事ね、なんかあるかな。なんかそういうの書いとかんとさ、いざ書こうってやった時に忘れちゃうから、ちょっと書いていこう。してみたいお仕事、岐阜でのお仕事がしてみたい。そう、なんか収録本当に本当にみんなよく頑張ったなって感じ。そう、なんか上から目線みたいだけど本当にみんなよく頑張った回。今回があれかも、同期にサイコパスって言われてる回、私が。なんでサイコパスなのかはちょっと見なきゃ分かんないから、ぜひ見てください。分かんない、私はサイコパスなのかどうかは分かんないです、今回ので。本当にでも同期頑張ってたから見てほしい。本当にリエチとかいちごとかも本当に頑張ってた、ゆいたもよく頑張ってたし、みんな頑張ってたね。そう、今回のがきっかけで私は同期にサイコパスって言われるようになった。その理由が分かるのは番組を見た人だけですね。ぜひ見てください。サムネもう一回見よう。リエチだったよね、でも。で、前回のが見えるのもあと1時間ぐらいだから、前回の私は出てない方だけど、あの、ゆうなが木の実を木の実を集めてたあの回がもうちょいで見えなくなるから、ぜひそれも見てください。やはやはさん、マシュマロありがとう。そう、マシュマロをそう集めながらみんなからもらってマシュマロ食べてます。今回の素材もまだ来てないからちょっとやばい。あ、待って、リエチ配信始めた、見よう。ちょっと見たすぎる、普通に見たすぎるからちょっと見に行こう。リエチ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 、あれ、まだ
顔出してないや。リュウチの配信が見たい。マジで見たい早く。リュウチの、リュウチの配信のなんて言うんだろう、映ってるこのティーポットは私があれだ、 UFO キャッチャーで撮ってあげたやつだ。そうそう、藤井くん。ヨーマイクさん、アメありがとう。いちごのねダンスはね見たことがあるんよ。だけどリエチは初めて見るからちょっと楽しみ。早く見たい早く見たい早く見たい。そうベッドだけ映ってるの、だって見るの楽しみかも。ちょっと待って、おもろい。そういちごと今リエチと一緒に見る。そう、北沢くんと藤井くんが見えるからちょっと楽しみですね。配信始めて今2分だったけど、いまだに顔が出ておりませんの。面白い。ちょっと見に行ってるアピールしちゃおうかな、コメントしちゃおうかな。ショールームを見ながらショールームしてる。おもろい。なんかこういう人いるよね。いそうよね。てかいるよね。ね、眉毛も色を一緒にしてる。じゃあ今日買いに行ったらしいから、そう。ね、可愛い系だよね。わかる。私もビッグね、いくつか男装用のビッグは2つ持ってるんだけどね、岐阜に置いてあるからできないのよね。リエオかな、なんていう、なんだろう、藤井リエオ、藤井リエ、リエ、リエ、藤井リエ、リエや。男装の場合はね、メイクもだいぶ変えんと男っぽくならないから、眉毛をちょっと太くしたり、ここの彫りシェーディングを入れたり、ここのフェイスラインにもう濃くねシェーディング入れたりとかで、そう、あとまつげを上げすぎなかったり、そういろいろメイクは変わるんですよ。アイラインもなんて言うんだろう、女性はどっちかっていうと目を縦幅に大きく広げた方がいいけど、男性の場合は横長に見せた方がっぽくなるから、アイラインの引き方変えたりとか、そう。そうそうなの、
いいよね。私も来年のホワイトデーにしちゃうかな、ダンスを。すごいリエチ、会いに行きたい。最初の名前呼んでください。なんていう、 KHANSA は、橋ブアンさんかな。橋ブアンさん、ありがとう。ね、クオリティ高いよね、いいよね。そう、ホワイトデーだからなんかダンスをしてるらしい、なんか男の子になってるらしい。北沢くん派、藤井くん派、ちょっと横で並べたいね。え、でもリエチには前、リエチにね、私のダンス姿を見せたことがあるんだって。でいちごのもまあ多分見たことあるんだけど、そう、奥田くん派って言われた。北沢くんよりも奥田くんの方が好きらしいから、藤井くんは。どういうこと。男の子同士になっちゃった。そう、なんかあれだね、 STU がちょっと前に髪染めが OK になったからさ、だからなんか染めた、切って染めたって切って染めたって勘違いする方もいるかもしれない。研究者はね、染められないけど。面白い。おもろすぎる。そう、私は藤井くんに北沢くんより奥田くんの方がかっこいいって言われたから。大学当時の近所と二人、嫌です、嫌です。ねえ、リエチにコメントしちゃう。私もな、ビッグ持ってたらな、奥田くんとして急に現れるのに。いるよね、かわいい。他のメンバーさんもたまにダンスされてるよね。ソラハさんとか見たことある、パセリさんも見たことあるし、可愛い顔してるからさ、やっぱり可愛いよね。そう、いちごとね、なんか バズレンドの企画でしてみたい企画ありますかみたいな。そう、ダンスバズレンドの企画で、そう、なんかどんな企画をしてみたいみたいな話した時に、プロデューサーさん、わかんないかな、 AD さんとかした時に、そう、私ダンス企画してみたいです、メンバーの見たいですって言ったら、同じ質問に対していちごも同じダンス企画したいって、そう話してたらしくって、びっくり。リエチの壇上にいる、本当じゃん。あー、すごいいいね、2人とも髪色が違うから素敵。でも私は黒と茶色持ってるから、これ茶色すれば3色になる。長吉さん、アメリュウさん、マシュマロありがとう。おもろい。ナスちゃん、マシュマロありがとう。でもさ、ね、アイドルで定番企画だよね、ダンスを。乃木坂さんとか桜坂さんとかちょっとお前してたよね。乃木坂さんの若月由美さんの若様のダンスが優勝ですよ。乃木坂さんはいちごも始めたの、一瞬見てみよう。うちごまん見たことあるからな。暗い。映ってない画面に。あ、映った。
いや本当だ、画質悪い、リーチのに比べて。本当だ、画質悪いよ。なんでだろうね。リーチんちの多分 Wi-Fi つなげればいいの。確かに断層ね、他の先輩とか同期のを見てみたい。藤井くん似合う。ってことは、あ、見たことあるって感じ。そう。え、そう、3期で誰が似合うかなって一言話したことがあるの、ダンスがね。その時に出たのはやっぱりリアチューだった。リアチューはもう顔がすごい整ってるから絶対にダンスが似合う。あと誰を見てみたいかな、ダンス。リュウナとか可愛い系になりそう。めっちゃパーツが女の子って感じだから。誰かいるかな、ダンスと似合いそう。でも藤井くんかっこいいね、藤井くん。ね、リアチューね、似合いそう、絶対似合う。え、カスミンも絶対似合う、本当に。鼻とかめっちゃ綺麗だしさ、輪郭とかがさシュッてしてるからさ似合いそう。私はどっちかっていうと多分顔のここの丸みとか鼻の感じが女性っぽいから、そうあんまうまくいかないんだよね。ゆいたは確かに美少年になりそう。確かにひーちゃん翔太か、確かに想像できるかも。かなオタクになったやつ、え、見たことあるかも。見たことある。りんこさんもいつかなったよね。誰が似合うんだろう。でもサッチーとか、サッチーになんかちょっと明るい目なウィッグかぶってほしいかも。絶対に似合うと思う。個人的に見たいのはでもリアチューとカスミンかな。もしダンスをしてほしいなら、ダンスをするなら3期で。ヒータンとかほんと想像つかんのよね。ヒータンとかどういう風になるんだろう。トマトさん、マシュマロ、カンさん、アメ、マシュマロ、トマトさん、マシュマロ、ありがとう。いちごもめっちゃ輪郭がさ綺麗だからさ、そう、そりゃ似合うよね。あ、でもゆいたも絶対似合うね。ねえ、似合いそうだわ。みんなさせよう、みんなさせよう、これは本当にみんなさせよう。でも一番見たいだとカスミンかも。一番見たいはカスミンかな。そうね、そう、顔がシャープだとそう似合うね。みゃんみゃん、みゃんみゃんも可愛い系になりそう。ね、で一番想像つかんのはみゆぽんかも。みゆぽんがダンスとかちょっと本当に分かんないから、そう。おもろいな、ミーポンが断層は。でもリエチなんか誰か見たことあるかも、この顔は。うん、リエチはなんかあれだね、可愛い系。でこのやっぱり画質悪い、なんでやろうね。いつもとメイク違うや。
あでもちごは男装するとお兄ちゃんにいるって言ってたよ。そういえばうん、いいね。やばい、マシュマロが2人を見ながらマシュマロを食べていたらもうマシュマロが3つになってしまった。やばい、マシュマロが進むマシュマロが進んでしまう。いいね、マシュマロ。うんうんうん、うん、うまっ。プライオリティ、え、いちご卒業までに1回は着てみたい衣装話した時はプライオリティって言ってた。いいよね、私がダンスすると。え、確かに弟には似るかも。弟には似る。弟もあれかも、なんか男の子で言ったら多分、まあ、今はまだ中学生だからかな、かっこいい系の顔ってよりは可愛い系の顔だから、多分弟を女装されてたら私になると思うし舞、うん、さん男装、見たことないよ私。どうなんやろえ、2袋食べちゃいそうよね、本当に。そう、ライティングさん、マシュマロ、たかちゃんハートありがとう。おもろいなぁあ、藤井くん分け目変えた。え、でもさっきのが好きかも確かに配給にできそうかも。出てくるわこういう子。でもリエって多分今日カラコンしよるよね。それで余計なんか髪色とマッチしてていい感じ。無色透明さん、マシュマロありがとう。弟に彼女、わからん、おらんと思う弟にあれかな、私が引っ越してきてから2回目ぐらいかな、帰省した時にはもう弟にしんちゃん抜かれてた。それまで私の方が全然高かったの。今弟成長期だからぐんぐん伸びてる。そう、めっちゃ伸びてる。声もね低くなってた。マッチャーさん、アメヤマシンさん、マシュマロありがとう。そう、向こうのコメント、そう配給にいそうよね確かに。曲の髪もかわいいでも藤井くんがさ予想以上に似合いすぎてさ良い。そう、無職透明さん、アメありがとう。弟とは2歳差、2個下かな。そうそう、アベマ見る、え、ありがとう、ぜひ見て。9時からだからもう1時間来た。ね、身長抜かされちゃったよね弟に。でも最後に帰ったの1月だけど、その時はもう見れば分かるぐらいに本当に弟のが高くなってた。やばいやばい。弟にはお姉ちゃんって呼ばれてる。で、私は弟を下の名前で呼んでるかな。お姉ちゃんって言われる。そう、ムーンストーンさん、アメありがとう。ね、藤井くんいそうよね。藤井くん似合う。あ、目隠した藤井くん最初の分け目が個人的に好き。でもなんかね、いるよね、いるよね、こういう感じ。そう、
でもめっちゃさ、これ今イケメンになったのにさ、背景がさ女の子のベッドで可愛いね、藤井くんも北沢くんも絶対にいるよ、探したら本当にいるから、本当にいる。藤井くんがでも予想以上に似合いすぎて良い。俺の身長は北沢くんと同じぐらい北沢くん66か67だったはず。そう、私もしようかな今度ダンスを。実家に帰ったらある。でも茶髪と真っ黒とある、いちごと同じ感じのやつともう一個は茶色いの。でもセットしてないからもうセット状態しかない。奥田くん見る、奥田くん、奥田くんの写真あるよ。でもまだコロナ禍っていうかだったからさ、だからあれなんよね、あれマスクしとる。なんかいい写真あるか、でも前も見せたことあるよね。うーん、なんかあるかな。でも制服だからね、どうしようね、学校がバレてしまうこんばんは、こんばんは、あつしさんありがとう、高橋さんマシュマロありがとう。そう、彼女の家に遊びに来た菊池くん、あ、なるほどね、おうちデートなのね、いいねヨットーさんあめありがとう、キヨ兄さん星ありがとう、いいね。どうかな。ないな。でも良き感じで制服が見えずに見せれる写真が。全部制服かジャージかなんだよね。見せたかった。あ、でもこの時のだったらね、プリクラだったらありや。めっちゃドアップの写真とあれプリクラならある。男装だからほぼメイクしてないよ、固め界隈って感じなんだけど、これは私男装してる時の私。いくらぐらいしかないよね。そう、動画だからそうなの。やらない。あとイヤリングつけてる。これ見てほしい。これ頑張ってコラージュしたんだけど、あれ。これ頑張ってコラージュした。自分と自分あれですよ、流出とかじゃないですよ、自分と自分です。これは普通に普通の自分で、こっちが男装してる自分、プリクラそう、弟に似るかも、うん、髪型が違うよ弟とは。こっちが普通に自分、こっちが男装してる自分。そう、こういう髪型、何マッシュっていうんかな、多いよね最近。そうそうなんよ、いちごよりいけりえちにも同じこと言われた。そう、もう顔が丸いからあんま似合わないね。かな、わかりやすい写真。これ茶髪の方、
黒と茶色持ってるけど、これが茶髪の方。髪がちょっと納得いかない、少ないな前髪が。これも私、そうだね、うーん、こんなもんかな。でも今のは中学の時かな。ウィッグ交換して戻ってきた、ウィッグ交換したのお二人。見よ、どんな感じなんか。でも眉毛浮かんのかな、どっちも色がさ違うじゃん。北澤くんはまだいなかった。藤井くんはもう変えてる。いいね、破壊中どういうこと。飯を持ってあげたらやばい。そうカップルみたいだよね。ね、藤井くん、でも藤井くんは黒髪もいいけど、これはさっきの明るい髪の方がいいかも。雰囲気変わるね、色が違うだけで。似合う、でもどっちにしろ似合うよね。リュウチ分かっちゃうみたい。おもろいから。面白いか。いいなぁ、いいなぁ。モザイクかけたら見せるかな、この写真とか。ちょっと待って、加工がバレてしまうから。あ、これとか、これもでもさっきと同じ日だ。ほらイケメンじゃね。なんかいやピアス風のイヤリングつけてる、かっけえ。でも顔のパーツがさ、やっぱりさ違うからさ、むずいね。後輩っぽいかも、確かに先輩ってやりゃ後輩。プリクラ、そういいでしょ。中学高校の時の制服だね、バリバリ制服だ。顔だけスクショしよう。あーでも制服だな。制服だからな、どっかスクショして周りをモザイクかけたらいいかも。よし、これでちょっと待ってて。そうリエチはそう奥田くん派らしいから、そういいよね。あ、いちごも茶髪にしたの見よう。あれ消えた、あいた、あ本当だ、チャラそう。いいね、ピンで止めてるのか。本当だ、チャラそう。嫌かも、嫌かも、こんな人嫌かも。チャラいね、チャラいね、確かにチャラいわ。よいしょよいしょ、奥田くんも混ぜてって誰か言っといて。
そう、嫌かも、嫌かも、あんな一号ちょっと、ちょっと受け付けない。周りを黒くして、ここが分かってしまうから、頑張っています。制服を消してるからちょっと待って、韓国アイドル、え、わかるかも。おもろい。確かに K-POP アイドル、確かにね。でも言うて私 K-POP アイドルわからんのよね。日本の女性アイドルしか知らんのよ私。バレてる？ちょっと待って。かけよう。友達も映ってる。友達の顔も隠して、全部自分の顔以外をモザイクかけちゃおう。でペンで色も分かんなくしちゃえばいいんじゃないですか。オッケー、こんだけ隠せばいいでしょう。見るなよ、だって見るに決まってるじゃん、見るに決まってんじゃん。そんな多分これは加工してないはず、この写真は。ちょっと他の写真はポイして、前髪がパサってなってて気に入らないけど、こんだけしたらいいかな。これは高校の時の私のダンスです。とほらこれは高校の文化祭の時。あ、確かにライブタグに確かに入れとこ、パンダマッチとかホワイトデーのとか、ありがとう。懐かしいや、高校時代が、まあ、今も高校だけど、うん。嫌かも、なんか嫌かも。なんか北沢くんチャラい、チャラいな、チャラい、嫌かも、嫌かも、無理かも、無理かも、嫌だ、なんかチャラい、嫌かも、嫌かも、嫌かも。そう、そう、北沢くん絶対チャラいよ、俺は現実でいたら絶対にチャラいよ。なんか嫌だ、なんか嫌かも。なんか嫌かも。ただしだ、話だ、拒絶反応ね、拒絶反応、ちょっと鳥肌立っちゃう。生きてるわ、生きてるわ、いろんな人をナンパしてそうだもん。おもろい。お姉ちゃん一緒にネズミランド、嫌だ、嫌だ、チャラいからちょっともう嫌、リエチの方に逃げよう。
リエチすごい手してる。あ面白いから。ひまんぼい面白いよ。ねえ、おもろいから。今日3期のなん断層率が高いから。でもリエチなんか犬系男子感がある。わかる、セーラー服漫才。そうセーラー服見においで、みんな見においで。いやだチャラい、いやだ、ううううおもろおもろおもろいからねえ。さてそろそろこっちの方に切り替えなきゃだ、私配信も拒絶反応がすごいから。あ待って、確かにこれでね初見さんが来たらあれあれってなるよね。声は女の子なのにね、見た目が男の子っぽいってなる。チャラいのチャラいのやだよやだよ、こんなイチゴ 笑ってしまう。この格好でリエチンって言っちゃう。いいよいいよ、全然いけちゃう距離的には。よし iPad からに切り替えよう。ああまた暗くなっちゃった。よいしょ、よし切り替えた。よし画角が変わりました。ちょっと下からになりました。よし球を取り外して、はい OK。 私のちなみに今のスマホの裏は待って真ん中いないからあれなんだけど8割ついてる。チャームも両方8割。なんかこういうランダム系何引いても8割ないよね。それでちょっと運命感じてるから最近はちょっと8割が気になるかなって感じです。ちなみに私はちいかわ全く興味ないんだけど、そうゆうなの影響でそう最近ちょっとだけねこういうの買ったりしてるの。ゆうなが欲しいやつがあるらしくて一緒に買ってる。そうゆうな見ないでって言ってる。じゃあ見ちゃおう。チャラいちがホワイトデーのお返しはいちご愛だよって、うわー嫌だ、お返しは俺からの愛だよとか、もう絶対嫌だから、キモいから嫌だ嫌だ嫌だね、なんか嫌だね嫌だね面白くなってきちゃう。なんて名前してほそうかな。リキアとか勝手に名付けた、勝手に名付けた。黒が北沢くんは明るいか暗いかだったら暗い方がいいかも。で逆に藤井くんは明るい方がいいかも。そうね、チーカー好きにしか見えないけど実は全然知らない。そう面白いから。そうだ、X のしなきゃだよ。は、待って。1億人バズレンドのちょっとデータが来てるから見ます、ちょっと見ます。そうリキア、そうリキアおもろくない。そうリエットの方は何だろう、犬系の男の子の名前何にしよう。犬系っぽそう男の子の名前って何だろう。
ヒロくんとかちょっと先に1億人バズレンドのやつをちょっと私は見たいと思います。どういう感じになってるかな、編集した後のは初めて見るから。そう、シュンと死ぬトーマ、リエチ、確かにトーマって、トーマいいねトーマで、イチゴがリキ、リキなんだっけ、リキ、リキやそうそう、そうなの、チャラい男の人が一番イチゴっぽくて死ぬ名付けんのおもろいな。私だったらなんて名前っぽい、さっきの私の見た人、私のダンス姿だったらなんて名前っぽいなんだろうね。そう、うわー悲しい、なんか、わあ、そっか、りさこ、りさこ、ちょっと待って、あ、今回は乃木坂さんの、元乃木坂の中田香菜さんが見てくださるのね、嬉しい嬉しい。そう、ちゆくんちゆきゅん、ちちぐきちゆくんかわいい、かすみとみーぽん、ゴー面白い、この日の私はお腹が痛すぎて死んでるかも、顔が本当にお腹が痛かった。そうです、楽しみにしてて、あとみんな15分ほどで見られるから、私は編集の時間があんまりないから、ちょっと先にちょっと見ます。どんな感じになったのかな、よいしょ、あれ引っかかってる、わあ、これ見たくないな、やだな、あはは、やだ、今回の見たくないかも、やっぱりやだリアタイ、するよ、やばいもん番組やばい、早く見たい、りょうたっぽい、りょうたいいじゃん、いいじゃん、
そう、本当に早く見てほしい。いやー早く見てほしい、これは。でもだいぶカットされちゃってるかも、悲しい。笑わないよね。早く見てほしい、本当に早く見てほしい。やばい、マジで面白い。嫌だ、これが、これがテレビ映んの嫌かも。やばい、早く早く見てほしい、あと10分で見えるから。もうこの私のリアクションで分かると思う、本当に面白い。あおもろいから、本当に嫌だ、自分のは見たくない、本当にブス。もう早く見てほしい、もう爪痕しか残してないから。そう、早く見てほしいんだけど、待って、まだ放送されてない。あ、おもろいから、もう、でも見たくない、自分のとこだけ飛ばしてほしいけど、みんなが見たいのは私のとこだよね、多分。もう本当に早く見てほしいけど。待って、本当やべ、おばちゃんちゃうダメだ。でもだいぶ顔面が乱れるよ、本当に。
当に今回のは可愛く映れる回じゃないです。本当にやばい、やばすぎる、やばい、おもろい。やばいな、吹き出さないよ、大丈夫だよ、もうやばすぎる本当に。おもろいな、おもろいな、おもろいな今回ね。でも今回のは本当に体張ってるから、みんながん本当みんな頑張ってるから見てほしい。超体張ってるよ、アイドルがすることしてないから。ちょっとこんなに本当にアイドルなのかってなってしまうぐらいちょっとやばいから、見てほしいけど見てほしくない。そうそう、やばいな本当に。やばいな、やばいな。そう、あ、そう、バズレンドのポスト今日は、そう、あのと、その番組内のやつをあげるから今それを編集します。やばい、早く見てほしいけど見てほしくない。やばい、あと5分で放送されちゃう、本当にもう超ブス、超ブスになって、てかこれはか可愛く映れるわけがない、本当にやばい、もうやばすぎるから。そう、あ、今あと5分で始まる、私はもう先今見てるけども、やばいや、これは早見てほしい、早見てほしいよ本当に。やばい、どうしよう。でもこれが全国に流れてしまうのか。こっちのなんか半分にいつも分かれて収録するんだけど、こっちの組いつも超体張ってるから、本当に体張りすぎだから。激辛もあれか大変だっただろうけど、これもだいぶ大変だ。無理だから、無理だから、これやばい、早く見てほしすぎる、これは見てほしい。やばい、早く見てほしいから。もうもうもう大変だ。
いやだ、これ見せたくないな、見せたくないけど見てほしいな。前髪長すぎて面白い。やばいやばい、始まっちゃう、見て、早く見て、みんな見て。見てほしい、やばい、始まる、編集もしなきゃだ、やばい、嫌だな。うん、始まった、よしよし、見よう、みんな見よう、今すぐ見るんだ、アベマを開くんだ、見よう、ちょっとやい、配信中のは忘れるぐらい夢中で見ちゃう、おもろすぎるから、でもおもろいけど恥ずかしい、見てほしくないけど見てほしい、見て、でも見てほしくない、見ないで、やっぱり見て。やだー、どうしようかな。そう、グダグダ。そう、やばいよ今回のは。そう、ジェットコースターなんですよ、乗ってきたんですよ。どうしよう、でも今回切り取りたくないな、どこも。そう、実はなんかこの間話に出た時に言ってないことにしてたんですけど、初めて和集山に行ってきたんですよ、この日。和集山ハイランド行ってきたんですよ、実は。実は実は行ってきたんです、この日。和集山、そう、
嫌だな、見せたくないな、崩れてる顔面。この日前髪長すぎてほんと変だし、もうそう逆回転が入ってるの。どうだと思う？私はみんなの予想では、私はできそうかできなそうか、どっちだと思う？どう思う？どう思うか、はい。かわいいリアチュー、だいぶ高いからねこれ。そうね、赤ちゃん言葉が、そう奥田できそう、あーできそう。どうだろうね、いやマジでこれ見ないでほしい顔、本当に本当に。いやみんな可愛いけどね、可愛いけどね、やっぱりさ、ジェットコースターでさ顔が乱れないことはないのよ。いやリュウチュウは全然乱れてない方、可愛い可愛いわ。初めて見たリアチュウの顔。そうリアチュウ可愛い、めっちゃ可愛く映ってる。これが一番可愛く映ってるかも。いや真顔意識すると顔がキモくなっちゃうの、むずいのこれ。急にスイッチオフになってる。あおもろい。かわいいリアチュー、これめっちゃかわいい本当に。そう意地悪なんですよ番組すごく。まあ普通はね叫んでやるもんだもんね、もう最初から叫んでるから。そう風もあるから、そう可愛く映れるはずがないんですよジェットコースターは本当に。ちょっと心配、あやいてるのが。普通に考えてね、真顔で乗るものじゃないですから。そうやばいから、これ普通に考えて難しすぎることだからね。この後はお嬢です、お嬢、お嬢かジェットコースターとか、そうちょっとね。かわいすぎる。そう一番上だから、うわそうそうなの、ゆいたん。そう切れてるのゆいた。そうゆいた切れてて可愛いから。ゆいたんがじょね乗ってる姿とか超レアだから、これ可愛いから。目つぶ
い。これね、ね、もう見てればわかるけど、そう、成功はそう難しいんですよ、実は。実はだってね、マカオね、しかも結構苦手なメンバーが多くて今回。あ、藤井くん、藤井さん死ぬ。リエチもね、だいぶ渋ってたからね。なんかリエチとイチゴは前日の夜かな、2日目の前の夜までそうな、乗らない同盟組んでたもん。もう泣いてるから、もうリエチのサムネが、サムネが、ちょっとみんなより遅れて見てるからアイドルです、アイドルです、頑張ってます、体張っております。あっ、みえちー、みえちー、ねえ、みえちー頑張ったね。そう、リエチをみんなでそう慰めてるの。あー、リエチだってめっちゃ泣いてたもん、この時。なんか声が聞こえてくるよね、ギャーっていう声が。私この番組でもうこの後言いたいことがたくさんあるから、そう、早く終わって早く話したい、いろいろ話したい。もういちごもボロボロだから、超泣いてたから。すでに泣いてるから、苦手だからね、いちご。そう、これね、収録そうなって右下に映ってる画面のところでさ、そのみんなで見てるんよね、そう、この映像を。いちごでも私にこうしてて抱きついてね、見ると泣いちゃうから、そう、だから私に抱きつきながら見てたの、これ。そう。いいな、褒めてあげて、ちょっと初めて見たからこんな表情。は、半行、半行って何、それが分かんないんだけどさ、私は。いや、こんな笑ってるけど私も私でやばいから、慰め会が起きてるから、そう。もうスタジオでも泣いてたから。もう思い出して泣いてるから。ハンニャ、ハンニャって何、ハンニャって何、わかんないけど、おもろい。もう怒ってたから、イチゴ。あっ、いや、かわいすぎ、おもろいから。ミューポン、まあこれ順番でわかるんですけど、私は大鳥となっております、最後です。大鳥ではないか、この後まだ続くから。
最後ですね私は。すごい、リアルタイムで5000人以上の人が見てくれてるのね今これ。いやだ、5000人に私のキモい顔が映っちゃうの嫌だ。そう、ミューポンはね得意系なんですよね、最年少なんだけど。いやだ、この後私の、いやだ見ないで。どうぞ。いやだ、見てほしくない。いやだ、前髪長すぎるから、前髪長すぎるし、キモい、かわいい、かわいくないから、かわいくないから見ないで。いやだー、この後見ないで。やだー、やだ見ないで。ねえ見ないでください、ください。やだー。画面カメラを見つめてって言われてたから、そう。超余裕。もうそう、目を見開いてるから怖い感じになっちゃってるから。ここからはスタジオで撮った映像です。そう、得意なんですよ。完璧でしょ。いいでしょ。この私は真顔というか、なんというか、全然リアクションを取らずに何でもできちゃうので、私はこれを機にサイコパスと呼ばれることになりました、同期に。できてる。おお。
ね、良き。そうよね、むずいよね。そう、かわいい。おもろいよね、そう、このクッキー。足つぼ。そう。そうなん、結構ね、トゲトゲしてるんだよね。まあ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 。ねえ、また取られ、切り取られてんの、かわいそうだから。ねえ、早い早いです。あんまりみっぽん、縄跳びがまず苦手らしい。そう、かわいい、ガニ股の縄跳び。どうだろう。かわいいな、ミンポン。あ、CM になっちゃった。もうそろそろ番組が終わっちゃう。そう、今私なのかな、まだかな、どうだろう。私かな。あ、CM が、CM だ。そう、ミーポンがそうなの。運動系得意なイメージなのに、そう、縄跳びができんのよ。可愛いよね。そう。あれ、なんか見えんくなっちゃった。見えなくなっちゃった。なんでだろう。そう。そう。見えなくなっちゃった。え、見えなくなっちゃった、なんか。もう私は。え、出たかな、まだ出てないかな。そう。
そうリエチにはね災難だよねこれ今回の企画は。あ来た来た。あま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 あ。こちら前回のあのなんだ催眠術の企画で使った幼虫さんですね。ちょっと成長してます。よいしょ。これはさて私はできるのかどうか。あれ充電ができるかな。縄跳びはしてない。そう企画がいくつかあって、で参加するメンバーしないメンバーがあの言われるから私は縄跳びの方がしてない。ちょっと待って充電器がなくて汗。そうスタッフさんね芋虫好きよね。そうなの。ピーポンが喜んでた。これかわいい。あ待って最悪。私充電器どこやったっけ。あ、私からです。そう本当はこれ1匹なのに私は2匹乗せております。全然大丈夫人間なので、もう本当に逆に真顔が 怖すぎるぐらい全然大丈夫人間なのでフフフ余裕ですね。全然大丈夫なんだよね。そうもう本当に余裕すぎてさねえ面白くないぐらいに余裕。そう私踏みました状態だから本当にもうよいしょ。ちょ待って充電がない。あ来た。そう余裕ですね。これ私本当はね最後に撮ってるの。撮った順番的にはそうだけど、あの私は何も面白くないので最初になってる。このあとみんなが本当にすごい反応してくから見ててほしい。そうミーポンもねそう幼虫とか好きだからね。サインジュかけてないよ普通に触れるだけよ。まあこれこのカサミの反応がまあ普通の反応だよね。そう確かに見ると実感しちゃうかも。まあまあまあ普通はね。そう虫余裕ジェットコースターも余裕。本当はねこれ虫ねあれなの全メンバーがやる予定だったんだけど、みんなが本当に虫が苦手すぎてできなくて、じゃああと2人やったら終わりましょうってなって、私はまだその時やってなかったんだけど、もうみんながそうねさすがに拒否するから、じゃあ私が行こうって言って私が出ました私はみんなを救いましたこの日。Thank you.待ってこの絵出されるの嫌だ。 MVP は、ハンニョ。ハンニョが私わかんないんだよね。また映ってる。そう
はい、ハンニョ、ハンニャ。あ、よし、投稿ができるのでしていきます。よし、投稿しました。よしよし、そして私はよし般若、般若調べてみる。え、怖い映像、怖い映像なんかな、なんだろう、いちごってことだよね、般若、般若、これのことか。あれだよね、なんか飾ってあるよね、般若歌舞伎かこれってあれんのは確かに嫌だね、嫌だね、般若、怖いね、これらしい、般若、般若か、般若だとまた変わるのか、般若、般若、なんか名前は可愛いね、般若、般若、へえ、なるほどね、ハンニャらしい。え、ね、歌舞伎は私もちょっとだけしたことがあるから、そう、わかる、いいですね。でね、実はこう、もうここで超重大、超重大報告があるんです、私から。そう、超超超超超重大報告があるんですけども、はい、実はね、実はね、この収録の日、ワシューザンハイランドっていえばあれがあるじゃないですか、この辺では珍しい、バンジージャンプというものがあるじゃないですか。実は飛んできたんですよ飛んできましたが全カットです。バンジー飛びました。一応 バンジー飛んだんですけど、あ、全然カットですね、はい、うん、人生初バンジー飛びました、この日。ちょっとまたね、 X に載せる予定なんだけど、ちゃんと撮ったこの印も。バンジー飛んできました。この VTR はありません全カットです。なくされましたそう、来週とかじゃなくて全カットです、実は。そうそう、実は私と同期のかすみの本当に2人だけ、そう、実はバンジー飛んで、でもその次のそのスタジオでの撮影の時に全カットになりましたって言われて、あーってなって、あ、余裕で飛びました。そう、パセリさんがそう飛べなかった、あの和習山の飛んできましたでもマネージャーさんが映像っていうか飛んでる瞬間の動画を撮ってくださってるみたいだから、それを今度もらおうと思う。あとは AD さんに、そう、本当に申し訳ないって謝られてそう、謝られて、でもそのなんて言うんだろう、番組的には使わないけど、そのなんて言うんだ、映像は別で送るって言われたけど、来てません、来てません、そう、そう、そう、普通に飛べたからとかじゃなくて、全然かすみとかも反応してたし、そうじゃなくて、普通に今尺的な問題と、あとは今回は真顔チャレンジって風でやってて、だけどそのバンジー飛ぶにあたって、あそこはマスクをしないと、そう、飛べない、そうバンジーだったんです。だけどそうマスクをするとやっぱりリアクションが取れないから、リアクションが映らないから、だからそう 全カットです。実はバンジー飛びました。そうでも動画とか載せたりするのは OK なので、マネージャーさんが動画を消してなければあげられます。バンジー飛びました。バンジー飛んだんですけど、まあ、それがなんかなんて言うんだろう、規模的スケール的には一番大きいんだけど、全然カットです。はい、残念ですね。そうバンジーカスミンと飛んだんですよ。二人とも飛べましたよ、ほら全カット。悲しいね。
もう一個投稿するのがあるやん。そうバンジー、そうバンジー、そうポストしたらみんな拡散して、そう証明書をいただけて家に飾ってあります。実はバンジーを飛んでます、私全カットなんですけど、もう一個投稿するのがあるから。残念だよね、バンジーとかだってもうね持ってこいだよね。そう見たかっただろうに、そう残念ながら全カットです。飛んだことすら なくなりましたそう動画をいただけたらそうあげようと思います。もう一個投稿しました。今実物はない、そうマネージャーさんの携帯で撮ってあるからないよね。でバンジーも全然余裕で飛ぶから、サイコパスって言われた。ナスちゃん頑張った、ありがとう。そう頑張ったのに、そうジェットコースターの後、ジェットコースターの後にイケサーナコでなんかバンジーも飛ぶみたいな風で撮影してきたんですけど、残念ながら全カットとなってしまいました。バンジー飛ぶ前に絶対この映像使ってくださいねって約束をしたのに全カットです。はい、そう切り抜きはそう自分の顔がぶつすぎてそうバイバイした。そうしかもね、その今回行った場所もちろん STU の先輩だと岩田ひなさんとか甲斐ココアさんとかそうも飛ばれてて、あと NMB さんの山本さんもだし、 AKB さんもグリーさんもだし、そう他にもかまいたちさんとか千鳥さんとかも呼ばれてて、これとかも投稿一緒にしたいなって思ってる画像があるんだけど、そうこういう感じで飛ぶと芸能人の方が飛ぶとこうやって乗るの。 STU もありました。私たちもここに追加されてるんかな、次行ったら。ほらそうひなさんとかが書いてありましたそう実はバンジー飛んだんですよ、1月19日。ほらバンジー飛んだのに、そう、まあ、随時更新されるみたいなんだけど、バンジー飛んできた。いちごが超泣いてた懐かしいな。そう行く機会があったらぜひぜひバンジー、そうそうなのよ、いいよね、バンジー頑張ったね、一応とりあえずねだいぶ泣いてた、頑張ったよね本当に。そう頑張ったの。バンジーはいや最初から飛べる子だけって感じでやったから、そう今ダンスをしてる、そう2人が大号泣してたんすよ頑張ったね本当みんな。面白かった。そうバンジーね、バンジーも全然余裕で、そうバンジー前から飛ぶやつと後ろから飛ぶやつがあるんだって。まあでも前からだと景色が見えるから怖かったりとかも言うけど、難易度的には後ろ向きの後ろからもうこうやって落ちてくバンジーが
なんか難易度が高いらしいんだけど、かすみんはかすみん私って順番で飛んだんだけど、かすみんは一般的な前からの番で飛んで、私はもう全然あのその番組の取れ高的にね、絶対に逆の方がいいかなって思って後ろからバンジー飛びました。飛ぶというか落ちてった、この状態でヒューンって後ろ向き難易度が高い方のそう取り方もしてきたんだけど、全カットです、悲しいですそう、あの二人はねバンジー絶対飛べないから、本当にそう。しかもあれってね、飛ぶ前にね何か事故があってもなんか責任は取りませんみたいなね、そうあのねなんか契約書まで書くんよ書いてきて体張ったんですけど全カットです、そう悲しいですね。そうであれスタジオでの撮影のも足つぼと縄跳びと本当はもう一個あって、なんかお酢のそうめんだっけ、なんか麺をノーリアクションで食べようみたいなやつで、私はそれとなんだっけ虫のやつをやったんだけど、そうお酢のもお酢自体が多分全カットになってるから、そうそれも見られないのも悲しい。お酢のやつ実は私全部食べて、このコップに入ってたお酢も全部飲んで、そうスタジオをびっくりさせたんですけど、それも全カットなんです。実はそうなんです、お酢のやつ、そう普通ならむしるやつを私は麺全部食べちゃって、その後にそこに入ってたお酢もこれも飲めるんでって言って全部飲んだんだけど、全カットです、悲しいですそうむせずにそう食べれたら OK みたいなやつ、私はその料金入ってたお酢自体を飲みました。でも全カットです。だから今回はねもう私は爪痕しか残してないんだけど、そうカットされちゃって悲しいって感じ。そうそう完璧すぎて、他の子もねお酢のやつやってたけど、そうだいぶ苦戦してたよ。そうカットなの全部、悲しい。そうゆいたんがそうお酢のやつとかやってたからね、もうカットになっちゃってるのが悲しいよね。そうカットされてるけど他にも頑張ってるんですよ。ね、明日は私とゆいたんしてた、もう一人ぐらい誰かしてたはず。そうこうってなってたみんな私引かれたもんだって、ってでもまあそうだよね、普通は私はいけちゃうんだよ。でもねあれバンジーはやっぱりね見てほしかったね、映像でちゃんと。バンジーそうかすみと悲しいねって言って話したんよね。そうね、完全版もいつかね未公開スペシャルとかねそうしてほしい。私が苦戦するものあるんかな、どうなんだろう、どうだろう。でもその番組のバンジー飛んだ後にそうあれなんだっけ MVP じゃないけどなんかその後にまとめみたいな最後に撮るじゃん、それでいろいろ話したのにそれも全カットで悲しい。結構頑張ったのよ。またどっかでね見せれる機会があったらいいけど、ホラーも大丈夫かな。そうバンジーは見たいよね、スカイダイビングも多分できるんよね、私何でもできちゃう、怖いものがあんまりないから。それでねそうびっくりされるよ。メール送りたい、送れてなかった。
そう22分までそうだね配信しようかな。なんかあるかな。でも虫触るのは OK だけど、ずっと言ってるけど食べたくはない。虫を食べるのは NG ですね。ちょっとそれだけは嫌かも。でも頑張ったらいけるかも。そうリアクションした方がそう採用されるのよ。そう真顔チャレンジっていう風だけど、そう番組的にはリアクションした方が面白いんだけど、そう私はできちゃう人間だし、そうなの幼稚園は全然いけちゃう。みんな1匹のせいとか私2匹のしたもん。お化け屋敷も全然いける。あ、ダンス配信終わったの？あら終わっちゃったのねいちご泣いてなかったんか大丈夫なんかな。もう一回見たら、そうあの映像見ると泣いちゃうって言ってたから面白いね。でもね、あれはめっちゃ顔面が崩れてるから恥ずかしいんよね。そうやだ、前髪がめっちゃ長いし、なんかあの日超長くない前髪あ、カスミンが走り始めた。絶対バンジーのこと話すと思う。そうもう本当にバンジー頑張ったんだけどね、全カットだから悲しいのよ。見てほしかったバンジー。そう激辛系は多分ノーリアクションいける。もうなんか苦手なものとかあんまりないからいけちゃう。やればできる。もうもはやここまで来たら私がなんか無理ってなる企画をしてみたい多分ないと思うけど。そう全カットね、もったいない。カエルか。カエルはおじいちゃんが食べてんの見たことある。わあ絶対にバンジーね見せたかったんだけど。そう何が無理なんだろうね。なんかあるかな。何でもいける痛みとかも強いタイプかも。だから足つぼも多分できたと思う。そうカスミンとバンジーのね、そう見てもらいたかったよねっていっぱい話したのね。悲しい。パクチーは苦手というか人生で食べないって決めてるものでも番組できたらもう食べるしかって感じかも。いやだ、自分のジェットコースターの映像を孫で見続けるのそれは無理かも耳はでもくすぐられるのは嫌かも苦手かも昆虫食はちょっと嫌だな。嫌だね、ちょっと昆虫食だけはしたくない。画像をつけて OK。 足つぼも多分いけちゃう。チャラ男くんも開いて。チャラ男くんまあイチゴだと思えば。カメムシ、そうカメムシ苦手な虫はカメムシ。
え、でも手に乗せれるかってやったら乗せれるかも。そう、匂いが本当に苦手、頭痛くなるから苦手、あの虫さんは。星座とかも大丈夫、なんかスポーツ系とかも基本できるし。いちごとの結婚それは嫌かもこんなこと言ったらいちごさん泣いちゃうから。そう、でも結婚は根本的にできないよね、年齢的にも法律的にも。よいしょ。毛虫は体に害がなければ虫さんも何でもいける。カブトムシとかクワガタとか捕まえに行くタイプの小学生時代を送ってたから男の子に紛れて全然できちゃう系だったから。そう、あーバンジー見てほしかったな。バンジージャンプ、血の巣の駆除できる。ひーちゃんとユーナ結婚する？納得だわそりゃ納得だわ、ラブラブだもん。あー、バンジージャンプの動画いただけるかなね、せっかくならね。あ、ブラジルのサンバ見たよ、見た、動画も撮った、一緒に動画も撮ったけど著作権的に載せれるんかな、音楽流れてるやつは。なんか上を向いて歩こうよってあの曲が流れてた。なんかそう、そう、これはお姉さんとのツーショットお姉さんと写真撮ったサンバの お姉さん、そう、参加してきたよダンス、そうね、そう、サンバ、そう、アレンジが加わってるの。あ、これも載せよう、これ X 多分載せる、これはゆいたんのが落ちる瞬間なんだけど、見てると これで見ると分かりやすいかも、この角度が、そう、この角度で、うわー、こういう感じなんだよね。結構スピードも出てる。そう、面白いな、大変だったなこれ。いちごがめっちゃ泣いてる映像とかも出てくる楽しかったな。そう、ほぼ直角で落ちてくから、そうなの、なんか怖いよりも、私はまあ怖いっていう感情があんまないんだけど、怖いよりも痛いかも、なんか体が痛い、なんかグッてなるから痛かったそう、そうなの、横から見るとね、だいぶ直角なのが分かると思う。いちごジェットコースターだけはやりたくないって言ってたのに、今回ね、やらなきゃいけなくて頑張ってた、偉い。めっちゃ泣いてるもんめっちゃ泣いてる、めっちゃ泣いてる横で私がニコニコしてたから、なんかそうなんかイライラしたって言われた、もううるさいそう、表情崩さない、そう全然もう崩れまくってた、そう、怖かったよ。そう、リエチの絶叫とか、ないこれゆいたんの時しか撮れてないな。でも撮っとけばよかった、リエチの声がめっちゃ響いてたよね、ギャーっていうのそう、
ね、やりたくないって言うとやらされるから、そうね、そうだね、途中雨とか降ってきたりもあったけど頑張った。もういちごずっとイライラしてたもんそう、もう嫌って言ったのにってずっと言ってて面白かった。そう、だいぶ乗るのも渋ってたよね。そう、本当に乗らないつもりで行ったのに、そう結局乗ることになっちゃって、そうかわいそうに。でもよく頑張ったよね本当に、さすが偉い。やばい、もう54だ。今日はセーラー服を着てます。ほい、こんな感じ。そうリタイアせずに、そう乗ったのすごいよね。ね、本当に無理な場合は大丈夫だからって言ってたけど、行きますって言って、そうみんな乗ったんよ。そう、あの放送されてる順番じゃないんだけど、そう乗った順は、そう最後までリエチとイチゴとね、ビータンとかね、ね、嫌だねって言ってたけど乗ってたの偉いよね。偉い。しかもね、これ実は実はだけど、この収録をした後に学力テストの、そう収録もしたから、もうこの日はきつかった、きつかったね。そう、この後にスタジオではなく、あのなんて言うんだろう、あのテーブルでさ、その学力テストを受けた。そうこの後にもう超大変だったもん、この一日超疲れた。うん、1月だね。そうそう、一度にいっぱい、そう収録するから、そう大変だった。移動中もめっちゃ寝てたもん。そう詰め込んでるから、本当に分単位で詰め込まれてた収録は。うん、面白かったね。和集さんハイランド、犬は飼ってない。前は飼ってたことあるよ。そうよし、じゃあ壇上読んで終わろう。17からいきます。17位ぬりえさん、16位トマトさん、15位くまねパパさん、14位なるみあとさぬきうどん大学卒さん、13位かくれんぼちゅうさん、12位よしみさん、11位やおたんとつまみさん、トップ10、10位きよにさん、9位ずーでさん、8位うまちゃんあとやみーさんとおつまみ放送自粛中さん、そして次が7位無職透明さん、6位ゆういちにゃん、そしてトップ5、5位瀬戸ちゃん、4位たかしさん、トップ3、3位やましんさん、2位なしちゃん、そして今日の1位はどこ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 どどん、今日のランキング1位はあつしさんです。ありがとうございます。もう本当にリアタイできてよかった、頑張りました本当に頑張ったよ頑張ったよ。明日の配信はねどうしようかな。明日はちょっと待ってね、どうしようかな。夜普通に長く配信できそうだから、朝は撮れないかも、朝は配信できないかも。でも夜は長めにまた今日ぐらい配信できると思うから、そうあとメイクもしてると思うそうぜひ来てください。明日は公演もあるかな。そう公演見ながら配信してもいいし、公演終わった後に配信してもいいし、まだ時間決めてないけど、そう夜にすると思います。僕たちとはできればね違う時間にしたいけど、そうまたぜひ来てください本当に。
明日の僕隊の MC とかでさ番組のこととか話しそうだよね。ね、そう頑張ったから本当にねえ。みんなよく頑張った、偉い。じゃあまた明日です。バンジージャンプの動画明日多分その動画を持ってるバンジージャンプを飛んだ時の動画を持ってるマネージャーさんも一緒そうがいらっしゃると思うから動画いただこうと思う。そう明日の MC 話しそうだよね。ね、明日の僕たち見ようか、見ながら編集するのもいいよね。そう楽しみね。2.5 期生さんの昇格決定記念イベントが決まったの？そうなの？嬉しい嬉しい。そうなんだ、重大発表何かと思ってた、嬉しい。じゃあそろそろ多分切れちゃうと思う。ありがとう、バンジーまた飛んだ動画いただけたら載せます。そう明日カスミンともらいに行こう。バンジー頑張ったから本当にね、船の上でイベントするの？内容までは見てなかったけど、そうなの？素敵すぎる。あ、終わっちゃう。ありがとう。じゃあねー。バイバイ。